私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。前の職場で知り合っていた子から結婚の報告が来たの。結婚の相手は私も知ってる相手だったからすごく嬉しく思ってたんだけど、結婚したらお姉ちゃんとは縁を切ってね。私あんな人と義理でも姉妹になるなんて無理だから。送る相手間違えてない？あれ、なるみさんなんで？やっぱり送る相手間違えてるみたいだね。ちょうどよかった、聞いてくださいよ。もう会社の上下関係とかもないんだし、タメ口でいいよ。はーい。今度結婚するけど、ありえないことがあったの。なるみさんにも愚痴を言いたかったからちょうどよかった。マキ君との結婚だよね。まさか彼氏のことをなるみさんが知ってるとは思わなかった。世間って狭いなって思ったもんね。よねーって、そんなことはどうでもいいんだけど、マキのお姉さんのこと知ってる？もちろん知ってるよ。もともとはお姉さんと私が知り合いで、弟ってことでマキ君を知ったからね。なるみさん騙されてかわいそう。騙されるって何のこと？あの女高卒なの。お姉さんであるミクさんが高卒だからって何？え？もしかして知ってるのに友達やってんの？ウケる？どこが面白いのか全くわからない。私ちゃんとした学歴の人じゃないと友達になりたくなくて。それはつまり大学卒業とかそういう人じゃないと友達にならないってこと？そう。高校卒業って頭悪そうだし、教育がなってないもん。友達は選ばないとね。そんなくだらないことで線引きするって。でも実際に高校卒業してる人と大学行ってる人では給料違うでしょ？求人票に載ってるじゃん。それは年齢の違いだったり、学校に行ったことでかかった費用とかそういうのを加味して。つまり高卒より大卒の方が上。私友達も全員大卒専門卒以上だもん。やっぱり喋ってても違うのよね。高卒だと頭の悪さがにじみ出るっていうか。そんなことで人を選別するなんて何様のつもりなのよ。なるみさんは気にしないの？気にしないね。わざわざ高卒かどうか聞いたこともない。損してる人生。とにかく私の人生には絶対に大学専門以上しか関わってほしくない。だから言ってやったの、ミクさんに。結婚したら私たちには絶対関わらないでくださいって。義理の姉になる人になんてことを。だって嫌なんだもん、高卒。もし今後も私に付きまとうようなら結婚はやめますって言ってやった。ミクさんはなんて？わかった、そんなこと言わないで弟と結婚してあげて。私が関わらなくなれば丸く収まるんでしょ？だって高卒の割に物分かりが良くて助かった。これからはなるみさんも気にした方がいいよ。人付き合いするときは大卒専門卒以上、これ鉄則。やめておくよ。え？あなたはもちろん大卒専門卒以上なんだよね。もち？ほら。何がほらなの？大卒専門卒以上でこんなに頭の悪い人がいるんだから、そんなの基準にならない。は？私は自分の目を信じて仲良くしたい人を選ぶ。ミクさんは最高の友達だから。なんなのよ、私のことバカにして。なるみさんも結婚式に呼んであげないから。リホコとマキのLINE。俺の姉ちゃんに変なこと言った？何も言ってないけど、なんか言ってたの？結婚式は私は行けないからって。そうなんだ、私嫌われてるのかな？そんなわけないだろ。結婚することすごく喜んでくれたんだ。なのにいきなり結婚式には参加しないし、今後は距離を置きたいって。私たちもいい大人なんだし、何か事情があるのくらい察してあげなさいよ。様子が変だったから。けど正直私はそれでいいと思ってる。は？私正直お姉さんとはあんまり馬が合わなさそうで。いきなり何言ってるんだよ。優しそうなお姉さんだって言ってたじゃん。私が告白する前にあなたに聞いた質問覚えてる？そんなのあったっけ？どこの大学、専門学校に行ったのか聞いたの。そんなことあったかもな。つまり高卒嫌いなのよ。は？高卒って頭悪そうだし、いいところにも就職できないし、賃金安く働くわけでしょ？そんな人と仲良くするメリットがどこにあるのよ。何言ってんだよ。今の時代、高卒だろうが大卒なのかで給与そんな変わんないし、
出世したりインセンティブがあったら給料なんてわかんないぞ。それに俺の姉ちゃんは。とにかくこれは私の中のルールなの。あんまり関わりたくないし、お姉さんの方からそう言ってくれるのは願ったり叶ったり。でも俺は姉ちゃんに結婚式来てほしい。どうせ笑い者になるからやめときなさい。さっきから俺の家族のことなのに失礼じゃないか。何よ、そんなこと言うなら結婚やめてもいいのよ。なんでそういう話になるんだよ。これは私の中のポリシーなの。絶対に曲げないわ。それが嫌なら結婚やめましょう。お前何かとその結婚やめるとか言うのやめろよ。そういうことだからあんたの考えを見直すことね。あ、リホコ。一週間後、ミクとリホコのライン。結婚式に参加しないって言ってくれてありがとうございます。マキも多分納得してくれたし。私のことが嫌いなんだよね。嫌いじゃないですよ別に。じゃあどうして結婚式に参加するななんて言うの。あなたが高卒だから。高卒は給料安いし頭悪いから関わりたくない。ミクさんのことは別に嫌いじゃないですけど、高卒ですからね。高卒であろうがなかろうが私自身を見てほしいな。無理無理、商品買うときってパッケージ見ますよね。まあそのパッケージがクソだったらどうします。そんな商品買いたいと思いますか。私のことは悪く言うのは構わないけど、高卒の人をバカにするのはあまり気分がいいものではないわ。私にとってはそれぐらい大切ってことです。高卒の姉が結婚式に参加なんて恥ずかしいんでやめてくださいね。世間知らずで多分白色のワンピースでも着てくるんでしょうし。お前との結婚はなしだ。は？ごめん姉ちゃん、大切な話するから少し席を外してもらってもいいか。もちろんいいけど大丈夫？ちょっと待って、なんでマキが。お前は知らないと思うけど今日俺実家に帰ってるんだ。はあ？今日は友達と食事に行くんじゃなかったの？友達っていうのは私だよ。なるみさん？食事をしてたんだけど、どうせだったらミクにも会いたいと思って家に遊びに来たの。そうだったんだ。さっきのはちょっとした世間話だから気にしないで。なんだよ、高卒の姉は恥ずかしいから結婚式に来るなって。だからこれが私のポリシーなの。それが嫌なら結婚やめるって言ってんのよ。いいの？だから結婚やめようって言ったじゃん。え、本気なの？本気だよ。今日私もその相談を受けてたんだ。ミクに送った LINE も全部見たし。なんで勝手に。お姉さん引っ込み思案だから絶対誰にも言わないと思ったのに。だからこそ私が間に入って話をしに来たんだよ。俺には話しづらいと思うけど、なるみさんには話してくれた。だから私は嫌なの。自分だって専門学校を途中で辞めてるくせに。え？そうなのか。違う。入って3ヶ月で辞めたって聞いたけど。勝手なこと言わないでよ。それは本当なんですか、なるみさん。うん、確かな人からの情報だから詳しく説明すると。やめて。高校卒業した後就職した人たちをバカにしてたみたい。お金がないから学校に行けないんだかわいそうとか、どうせ落ちたんだろうとか言ってね。でもその後3ヶ月で学校を辞めて、結局は高卒って形で就職。そこの上司から高卒はどうのって散々バカにされたみたいで。だからあんなに高卒を目の敵にしてたのか。なんで全部喋っちゃうのよ。自分がされて嫌なことは人にしちゃいけないって習わなかった？お前本当に性格悪いんだな。あのクソ上司がダメなのよ。高卒はダメだとか頭が悪いとか私のことを散々バカにして、3ヶ月で辞めたとかもいじってきやがって。それで嫌な思いしたのに、なんで同じような思いを他人にさせるんだよ。ムカつくじゃん、自分だけ言われっぱなしなんて。高卒にもなれない、大卒にもなれない、中途半端なのがコンプレックスだったんだろうね。違う、私結婚やめてやる。そうしよう。本当にいいの？私が今まで喧嘩して結婚やめるって言った時は何度も引き止めてきたくせに。正直いろんな人に挨拶して結婚報告してやっぱりやめますって言いづらいじゃん。え？そうだよね、当人の自由ではあるけどちょっと気まずさはあるもんね。だからここまで来たら後に引けないとか、そういう思いの方が勝ってたんだ。嘘つかないでよ、私のことを愛してたから。そうだ、愛してた。だったら
過去形になってるってことに気づきなよ。そんな、本当に結婚やめてもいいの？こっちからお願いしたいくらいだ。結婚やめよう。なんなのよ、あんたたち。なんで味方するのよ、あんな高卒の女を。あんたなんかより賢くて優しいから。お前みたいな汚い心を持ってなくて、すごく頭も良くて、俺を支えてくれるから。もういいわ、結婚の話はなし。私に金輪際絡まないで。2週間後、ゆりとひまわりとりほこのLINE。なるみさん、なるみさん、なるみさん、緊急事態助けて。私のなるみさんにはもう LINE ができません。代わりに私たちが話を聞きますね。誰？なるみさんの親友です。です。なんでなるみさんに LINE を送ったはずなのに知らないグループ LINE に入ってんの？ゆりはなるみさんのことが好きななるみさんのストーカーです。なるみさんに関わった人のことを24時間365日監視して、なるみさんに何か危害を加えそうな時はゆりが手助けしてるんです。簡単にお話しすると LINE を乗っ取ることはたやすいってことですね。つまりなるみさんに LINE が送れなくて代わりにグループ LINE に入ったのはあんたたちのせいってこと？私にはそんな力ありませんよ。とにかくこれ以上なるみさんに関わらないでください。だって緊急事態なのよ。何があったんですか？一から説明するのめんどくさいわね。全部知っているので要件だけどうぞ。どうぞ。私結婚するつもりだったから会社を辞めたの。でも結婚がなしになったからもう一回就職活動をして、めちゃくちゃいい条件の会社があって、そこに就職しようと思って最終面接まで行ったの。最終面接まで行けばほぼほぼ落とされることはないって聞いてたんだけど。だけどそこにミクさんがいたのよ。当たり前じゃないですか、会社の社長ですから。社長？最終面接は社長も交えてすることになっています。そして社長との面談が終わったら最終合否がわかるという流れですね。すごい、ミクさん社長さんなんだ。なんで高卒のあの女が？あなた本当に頭が悪いんですね。な、高卒であろうが大卒であろうが専門学校に行っていようが結局は本人次第。大学に行って勉強せずに遊ぶ人もいますし、高校卒業して早めに社会の勉強をしたいという人もいます。そうそう、早めに就職することによって社会の厳しさに早くなれるから、高卒の方が会社としてはいいってところもあったりするんですよ。そうなの？絶対私落とされたよね。ミクさんは支援で落としたりしません。なら、やっぱり合格かな？最後の面談どんな感じだったんですか？この会社に入り何を目指していますかって聞かれたから、役職者になりたいと答えた。その後はなんと？役職者になったらいろんな人のサポートとか、長所を生かすような仕事をしていただくことになります。それができますかって。なんて答えたんですか？はい、もちろんです。その人の学歴などではなく、その人の本質を見抜き、いいところは伸ばしていこうと思いますって。この嘘つき。え？あれだけ散々学歴で人のことをバカにしてるのによくそんなことをペラペラと。面接だけは得意だからね。あの面接、一番大切なのは何だと思いますか？つまらずにちゃんと答えること。いいえ、ミクさんが面接で見ているのは、その人が嘘をつかない正直者かどうか。そうなの。嘘をついてる人間は目を見ればわかるんだそうです。さすが社長さんだ。なのにあなたは目を見なくてもわかるような嘘を堂々と言った。やっぱり私のことが気に食わないから不合格にするのね、あの女。あ、いいこと考えた。もう一回あいつと付き合ってあげよう。そしてその後ボロボロに捨ててやるのよ。なんでこんなひどいことが考えられるんですか、この人は。ユリを怒らせたら怖いんですからね。ふん、勝手に言ってな。やっちゃってユリ。いいえ。え？今回のお仕置きは私ではなくこの方に。救いようのないクズだね。ミクさん？私がおとなしくしてたら好きかって言って、見てて滑稽だったよ。なんかいつもとキャラが。そりゃ弟の家族になる人なんだから、それなりに好印象にしないといけないでしょ。猫かぶってたってこと？あんたもじゃあただの嘘つきじゃない。別に何と言ってくれても構わないけど、
私の大切な弟を傷つけるっていうなら話は別なんだよね。あれあれ、優しいと思っていたミクさんが実は面白いものが見れるので黙っててください。はーい。あんたたちのこと許さないからね。それはこっちのセリフ。私のことをバカにするのは構わないけど、弟には手を出させないから。両親を早くに事故で亡くして私が守ってきたの。マザコンとブラコンが。マザコンではないと思うんですけど。私の可愛い弟の幸せを潰すような奴は許せない。ユリさん、ありがとうございます。今回は場所と機会を提供してくれて。存分に楽しんでください。はい。あれれ、何のこと。ユリさんが私と同じ考えの持ち主だったなんて本当に嬉しいです。私の弟に手を出す奴は許しません。今までもこうやって守ってきたんだから。は？いろいろ準備していただいたみたいなんですけど、私は一番ムチが好きなんですよ。ミクさん？ムチはいいですよ。叩けば耳ずばれ、もっとひどければ肌が剥がれ、痛くて痛くて眠ることもできないんですから。さて、これからはいっぱい私が教育してあげますね、リホコさん。いやまさかユリと同類だったとは気づきませんでした。あの人は本物ですよ。私でさえも近くに行かないと気づかなかった。近くに行った時、初めて匂いで分かったんですから。匂い？血の匂いはいくら洗っても落ちないものなんですよ。なんかよくわかんないけど疎外感。よーし、今日は家に帰ったら私が女王様で旦那が執事。そうすれば私も気持ちがわかるかもしれない。こら執事、女王様が家に帰ってきたんだから靴を脱がしなさい、なんてね。また変なことを始めて。その後、リホコさんはしばらく姿を消してたんだけど、1ヶ月後に急に姿を現した。それに、なんとミクさんの会社で働いてるらしいよ。会社には出勤していなくて、裏の仕事を手伝ってるとか言ってたけど、何の仕事をしてるのかな。リホコさんは久しぶりに見たら、まるで生気がなくて目は死んでた。死んだ魚のような目って、多分彼女の目を言うんだよ。ミクさんは心を入れ替えてくれてよかったって言ってたけど、まさかユリと同じ系統だったなんて私も気づかなかった。彼女は本物なんだろうね、ユリと同じで。リホコさんのことはユリがいなくても消すつもりだったらしいよ。弟のマキ君には絶対バレないようにしてるし、墓場まで持っていくって言ってた。マキ君ちゃんと結婚できる日が来るといいな。ひまわりはしばらく女王様ごっこを家で楽しんだみたいだけど、ある意味一番の被害者はひまわりの旦那さんだったかも。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニヤマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。先日、昔同じアパートに住んでいた女性から結婚式の招待状が届いたんだ。正直特別に親しかったわけでもないし、もう数年会ってないし、ということで欠席することにしたんだけど、そうしたら毎日のようにしつこく LINE を送ってくるようになったんだ。しかも弟嫁がうざいみたいな愚痴もたくさん送ってきて、もうめちゃくちゃ面倒なんだよ。ねえ、考え直してくれた？私たち豪華な式場で結婚式するの。水木さんみたいな地味タイプの周りじゃ、多分こんな豪華な式場で結婚式やる人なんていないでしょ。きっと水木さんにとっても人生で最高の思い出になるわよ。なんで私にとって最高の思い出になるの？だって水木さんは節約してる普通の主婦でしょ。結婚式も普通だったんだよね。きっと私の結婚式に来たら泣いちゃうと思うよ。だって私はすっごく綺麗なドレスを着るんだもん。結婚式前で舞い上がってるのはわかるけどさ、私は出ないって言ってるよね。はあ、なんでわからないかな。こっちは好意なのにね。人数が多い方が華やかに見えていいんだってば。お断りだよ。あ、もしかしてだけど、うちの弟嫁に何か言われた？うちの弟嫁と水木さんって同じ社会人サークル入ってんだよね。あいつはっきり言ってブサイクでしょ。身長も低いし、目の前歩かれると目障りなんだよね。いつも蹴り飛ばしたいなって思ってるけど、私優しいからさ、
ちょっと小づくだけで済ませてやってんの。はっきり言って夏希さん性格悪すぎでしょ。ゆいちゃんが何か悪いことしたの？私の可愛い弟と結婚したんだから悪いでしょ。しかも弟との子供まで作ったんだよ、不死だら。それ自分の両親に言いなよ。自分を作ったなんて不死だらだってさ。うちの両親はいいの、あの女だけはダメなの。ああ、こんなくだらないやりとりもういいや。なんでよ、水木さんがそういうこと言うと、もっと弟嫁いびっちゃおうかな。そういうことすると、夏希さん自身に返ってくるよ。水木さんってそういうババ臭いこと言うんだ。そんなんじゃダメだよ。女っていうのはいつでも綺麗じゃないと。そうしないと、ダメな男をつかむことになるんだから。私みたいに大企業勤めの男を捕まえたいなら、私の人生を真似した方がいいんじゃない？本当にバッバ臭い。夏希さん、この通り人を見下す嫌な人なんだよね。ただ単に同じアパートに住んでいただけの私にここまで粘着してくるとは。結婚式に人が集まらなくて焦ってるんじゃないかな。あまりにも鬱陶しいから、こっそり夏希さんの家に行ってきたよ。で、結婚式の桜やってくれる会社のホームページを印刷したものをポストに入れておいたんだけど、ピタッと連絡が来なくなったんだ。いやー、よかったよかった、と思っていたんだけどさ、結婚式当日はかなりの修羅場だったみたいだね。私は後に弟嫁のゆいちゃんからこの話を聞いたんだけど、まあ夏希さんの自業自得とゆいちゃんのグッジョブってところかな。結婚式当日。ありえない！なんであんたみたいなブサイクが私の結婚式に来るの？目がつぶれる。彼もお前みたいなブサイクは祝儀100万置いてとっとと帰れってさ。じゃあ社長に伝えておきますね。え？もう一度確認しますけど、新郎さんもそう言ってるんですね。そうだけど、だって私みたいな美人と結婚する人間よ。あんたみたいなブサイク気持ち悪くておえおえだってさ。ほらほらほら、また背中押されたいの？とっとと出て行きな。はいはい、それじゃとっとと出て行きますね。こんなことまでされてもうお姉さんには会いません。夫も同じ気持ちです。まあいいわ、弟はブサイクなあんたに騙されてるだけだし、私の美しいウェディングドレス姿の写真でも送ってあげる。そうしたらちゃんとわかるから大丈夫よ。それと何よ。新郎さんは今私の目の前で土下座していますよ。本当にお姉さんの根性は曲がりに曲がりまくってますね。もう本当にぐにゃんぐにゃんです、最低で。新郎さんはおえおえなんでしたっけ？この嘘つき。え？なんで彼が？当たり前でしょ。あなた受付の近くで私のことを押して、このブサイク、可愛い弟ちゃんを誘惑した不死だらな女は美しい私の結婚式に来るなってニヤニヤ大騒ぎしたでしょ。周りにたくさん人がいるんだから、すぐ新郎にも話が行ったんですよ。うちの課長やら部長たちも帰るそうですから。は？社長って何？あんたんとこの人間なんて呼んでないけど。はぁ、新郎が働いている会社ですよ。私言ってなかったんですけど、新郎さんと同じ会社で働いてるんですよね。そんなわけないでしょ。だって彼の会社は大企業なのよ。大企業ですね。確かに大きいと思います。だからこそ部署が違えば全く交流はありません。私も今日まで同じ会社とは知りませんでした。彼の部署の部長から聞いて初めて知りましたよ。でもさすがに社長秘書を蹴り飛ばすような新郎の結婚式には出れないそうですよ。社長秘書？あんたがブサイクのくせに？私を何だと思ってるんですか。今はいろいろな美しさがあるということは分かった上で言いますけど、体重3桁の人に見た目のこと言われたくないですよ。なんですって？いや、そうなんだよね。夏希さんってかなりの重量級だからな。ちょっと押されただけでもかなり痛いんだよ。そんな夏希さんにバンバン背中を押されたらしいんだけど、ゆいちゃんは相当痛かっただろうな。それにしても招待状まで出しておいたくせに当日帰れというなんて、本当に性格が悪いし意地悪な人だと思う。ちなみにゆいちゃんに暴言吐いているところをバッチリ見られ、結果として新郎はドン引き。何より新郎の顔に泥を塗ってしまったとブチギレしてね。その場で結婚式は中止して食事会に、そして結婚自体がなくなってしまったの。
私は騙されたのよ、あの女のせいで。あんなブサイクが社長秘書なんておかしい。しかもまさか彼と同じ会社だったなんて、おかしいおかしい。そりゃ自分に攻撃しまくってくる小獣人に社長秘書なんて言ったら会社に嫌がらせされるかもしれないもんね。それにわざわざ私はこの会社で働いてますなんて報告すべきことでもないし。ああ、私はどうしたらいいのよ。こうなったら弟夫婦の家で同居すると思って家に行ったらとっくに引っ越してるって。あいつらタワマンに引っ越したらしいの。しかもうちの実家も引き払ってそのタワマンで同居だって。おかしいでしょ、私の実家返してよ。まあタワマンはいい選択だと思うよ。夏希さんみたいな人が身内にいるんだもの。セキュリティのしっかりした場所の方が安心だよね。こんな、しかもね、私の可愛い弟ちゃんが私のこと豚だって言うのよ。弟嫁に対してブヒブヒ鼻息荒く怒ってるところが醜くてたまらない。こんな人が姉だなんて嫌だって言うのよ。まあ夏希さん怒ってる時鼻息荒いもんね。それにしてももったいなかったよね。デパ地下のお惣菜を手作りだって言って嘘ついて、なんとか胃袋掴んだ婚約者だったのにね。うわ、私の人生終わりになっちゃうじゃないの。あれ、キー、あの女から LINE が届いた。え、ゆいちゃんから？そうよ、ゆいと夏希の LINE。 夏希さんどうも。キー、どうもじゃないのよ、全部あんたのせいよ。勘違いしないでくださいね、私は周りの人に何も言ってないです。それに元婚約者さん言ってましたよ。私が自分が働く会社の社長秘書とかそういうことは関係なく、醜い顔で人を罵ったり背中をバンバン押すような姿が耐えられない、もうあんな人とは一緒にいられないって。それでも私のせいなんですか？ふざけんじゃないわよ。まあまあ落ち着いてください、今日はいい話があるんです。いい話？夏木さん派遣辞めちゃったんですよね。そうよ、だって大企業勤めの男と結婚して専業主婦になって毎日ソファーでポテチ食べる生活するはずだったの。いや、それは肥満まっしぐらでしょう。ね、このままだと生活していけないですよね。あんたらのせいでしょ。まあ今は何を言っててもいいですけど、生活していけないからとこちらに粘着されても困りますからね。私の知っている会社が人手不足なんですよ。で、働ける人を探しているんです。社員寮もありますよ。私を可愛い弟ちゃんから話そうとしてるのね。ちなみにその会社ほとんどが男性なんですよ。だから夏希さんが行ったらモテモテになるかもしれませんね。それどんな会社なの？食品系の会社です。で、夏希さんにとって最高の条件が一つあるんですよ。はあ？社員食堂は食べ放題で、朝食もうどんやそばみたいな麺類一つと小鉢一つが無料でついてきます。晩ご飯は各自用意するか社員寮で作ってもらうことができますよ。食べ放題？さらに社員寮にはお菓子コーナーが置いてあるんです。お菓子コーナー？そこのお菓子は1日3個までなら自由に取って食べていいんですって。どうです、結婚が破談になってこの辺りじゃいられないでしょ。若い男性がたくさんいる新天地で食べ放題な生活いいんじゃないですか？行くわよ。その後、いや、さすが社長秘書だね。手慣れたもので、一度入るとなかなか出られないと噂のブラック企業に、夏希さんの就職を決めてきてしまったんだよ。かなり厳しいしきつい仕事だけど、行き場もないし、何より食べ物の量自体は提供される会社だから、最終的にみんな諦めて、そこで働き続けることになるんだってさ。ちなみに社員食堂は激安のちょっとやばい食材を使っていて激まず、もらえるお菓子はわけのわからないメーカーのものだってさ。夏希さんも早速逃げようとしたみたいだけど、まあ逃げられないだろうね、足遅いし。ゆいさんの方は同居もうまくいっているって言ってたよ。なんで家族の中で夏希さんがああなんだろうね。まあ家族でも全然違ってたりするもんね。だって私は不器用で裁縫とか全然ダメなんだけどさ、娘は小学生なのに何でも作れちゃうんだもん。にゃにゃまるの新しい枕も娘の千秋が作ったんだよ。にゃにゃまる幸せそうに寝てるな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。
それでは次回の動画でまたお会いしましょう。